ブラダ・アブラモフは、セルビア、ボイボディナ自治州南バチュカ郡ノビサド出身の、元同国代表サッカー選手。ポジションはゴールキーパー。妻は、歌手のスロビカ・カクトラス。12歳から、FK ボイボディナ・ノビサドユースに所属し、同クラブのトップチームで、プロデビュー。2001年に、私石、セリエ B のビチェンツァカルチョでプレー。2005から06シーズンは、レンタル移籍先のペスカーラカルチョで、ミケーレ・タルディオーリからポジションを奪取した。2006年6月に、セリエ A のアッコフ・フィオレンティーナへ完全移籍するも、セバスティアン・フレーラの控えとしての加入でありセリエ B、トレビーゾ FC へ1年間のレンタル移籍。同年、ユーロ予選に臨むセルビア A 代表に招集され、翌2007年11月21日のポーランド代表戦で、国際 A マッチに初出場。2008年2月17日の第23節、カターニア戦でセリエ A 初出場を果たしたが、フレーやアルトゥール・ボルツに阻まれ、長らく控え GK として在籍した。2011年7月、カリアリカルチョへ移籍。マッシモ・フィッカデンティ監督らの下、ミカエル・アガッチとポジションを争った。2014年7月に、トリノ FC に移籍することが発表されたが、同年9月には退団したアンドレア・コンシーリの穴を埋めるべくアタランタ BC へレンタル移籍。2015年8月にはフィッカデンティが指揮を取る J リーグ FC 東京の練習に帯同し、翌9月より正式加入。クラブ初の外国籍 GK となった。離脱中の権田修一の穴を埋めるべく、片言の日本語で味方に指示を飛ばし堂々とプレー。8試合に出場し5試合を無失点に抑えた。2016年には、古巣、カリアレやパレルモ、ボローニャといったクラブが獲得に動くも、外国籍枠が障害となって、正式オファーには至らず、同年8月限りでの現役引退を決めた。2017年、イタリアでの指導者ライセンス講習を経て、同年7月より、UAE アルナスル SC のアシスタント GK コーチに就いた。ありがとうございます。